こんにちは、いつも元気なサムちゃんです。今日はちょっともう時期的外れたかなと思うけど、まあホタル描いてみようかなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずホタルが止まる葉っぱ、これをシュとか言いながら描いたらいいかもしれない。シュおー、こんな感じな。ちょっとまたここにもシュ、ちょっとこんな感じで葉っぱ。じゃあ肝心のホタル、羽がな、まあこういう2つ羽がこうある、丸いの2つこうちょっと重ねる感じで描く。ほんで、まあ、赤いボールペンでもいいんだけど、こんな感じで、ほんでシュシュ描きます。もう一丁描こうか。そうだな、ここら辺で羽ね、2つの丸にポチョンってつけて、シュシュ、なんかそれっぽくなったくね。こんな感じでして、これな、まあちょっと赤いボールペンがなかったからこれだけど、シュシュしています。でやっぱな、光らせるといいと思って、これ100均パステルな、何でもいろんなもの使っちゃう。で蛍光ペン、蛍光マーカーみたいな勉強するの、ああいうのもやってないかなと思うんだけど、ちょっとあれだけど、こ手でさ、ピピピピピって手でなすって、ピロピロピロ、こっちじゃなかったかな、こっちか、黄色ぽよぽよぽよ光った感じ、光るが全体的にやるとまたいいかもしれないな。ぽわぽわぽわ、それでまあいろんなところに飛んどるイメージで、ぽわぽわぽわな。これ手でやるのもいいよな。まあ散りばめてあげる、いろんなところに飛んどる感じ、まあ、こんな感じです。手を拭いて、なんか言葉を書こうかな。言葉もちょっとまあ薄墨で書こうかなと思います。そうじゃな、ホタルな、ちょっと考えてみるけど、綺麗だね。ホタルって綺麗な水のところにな、おるよな。昔おじいちゃん家の家の前の用水路にホタルがいっぱいおったん覚えとんやな。やっぱりホタルって綺麗よな。今日はこんな感じで描いてみました。毎日これから暑くなるかもしれんけど、健康に気をつけてゆっくりゆるゆるしてくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。またね。 See you.